スコット・ブラウンから中村。シュート！セルティック突き放します。一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、なんかボールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。中村俊輔、スペースを狙う、シュート、セルティック、大きな追加点。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めますよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、基本になるような見事なカウンターアタックですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。中村から緩いフィードボール、このパスはキーパーへ、裏を狙う、おそらくシュート、セルティック。後半にゲームが動いています。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、ラストのイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、この動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実は本間南陵の世界で飛び出すタイミングがかかってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引っ越し最高に難しいですから、見事なゴールですよね。今シーズンの3ゴール目となります。頭だ、セルティック、ここへ来て試合が動きます。ようやくですね。ディフェンスの寄せになっていたんですが、モルトの先シュートゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。今シーズン初ゴール、中村ロングフィードで狙う、来た、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。アイバーニア、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。中村スルーパスを狙う、シュート、セルティック、素晴らしいプレーでしたね。前半終了の直前、今のボールいかがでしょうか。まあ、本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないですかね。今シーズン2ゴール目です。
で前を向けるか。裏へのスルーパス、いい展開ですね。どうだ、クロス来た、アウトまで来た、セルティック。前半終了の直前、チェックを受けながらのシュートを決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかりシュートを打てる強さがこのゴールに繋がりましたよね。今シーズン初ゴール、どういった立ち上がりになるんでしょうか。スペースを狙う、シュート、止めた。中には疲労が溜まっている選手もいるでしょうね。そうですね、本当にこういう時は簡単に怪我しやすいですからね、今日は。シュート、来た、先制、セルティック。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いや、いい形でしたよね。なんといっても出し手のタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。今シーズン2ゴール目です。はい、裏を狙う、素晴らしいパス、これは旗が上がっています。セントジョンストン、ここクリアで難を逃れます。スルーパスを狙う、スコットブラウンから中村、来た、シュート。ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね。そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので。前半31分が過ぎたところ、この柔らかいパス、もういいですね。枚数いる、中につなぎたい、頭だ。お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。最後崩されましたよね、突破されて。すぐも守りきれてないですよね、今のは。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。スルーパス、スルーゾーン。中村、中村からこのフィードパス、クリア。クロスが右サイド上がっていく、裏へ届くか。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。セルティックとしてはシュートも打ててますしね、試合も優位に進めてる。どうだ、このシュート、ピンポイントで合わせましたが決まりません。パサーと中に入ってくる人のタイミングがぴったりでしたよね。中村へ、裏へのスルーパス、シュート、止めた。これは素晴らしい。
しい反応でした。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。好セーブを見せました。さあどこを狙うか、直接行くか。直接なんと止めた。ロジッチから中村、このスルーパス、フリーだ。ロジッチ、ロジッチから中村、シュート。いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。中村からアーチのようなパス、さあ来たか、絶好の位置。セルティックここでファールをもらいます。このまま試合を終えますとさらに前後半15分ずつの延長戦が待っています。いやスルーパス、シュート遠く詰めている。セルティックここへ来て試合が動きます。ようやくですね。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジションにいる選手が光ったゴールですよね。完全イメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。中村ロングフィードで狙う。中村からキーラン・ティアニー、エル・ユヌス、中村俊介、シュート、シュート。ここはドリブルで上がる。中村、中村から緩いフィードボール、中村へ、中村からこのフィードパス、シュート、キーパー裏のスペースを狙う、シュート、決まった、追加点、セルティック。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。攻守が入れ替わってからの一連の流れ見事でしたね。いや素晴らしい展開でしたし迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。ね、サイドに渡ったらもう中は結構準備してますよね、はい、まあクロスを印象付けるとサイドにボールが渡った時に中央に、うん、一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。いやいい形でしたよね。なんといっても出しのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。
のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。この場面でスーパーセーブです。選手層だったりチームとしての完成度、これまで積み上げてきた頭先制セルティック、バルセロナからの先制。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。ボール中村に渡る。ここで丁寧にボールを扱う。頭で来た。ここに俊介、緩いボール抜けた。シュート、勝ち越し、セルティック。前半残りわずか。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。最後の中落ちがないとこういったゴールって生まれないですからね。素晴らしいハットトリックです。中村、裏へ届くか。打った。セルティック、突き放します。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってから陣地までの流れ、基本になるような見事なカウントアタックでしたね。これで今日4本目です。セルティック奪い返します。中村、繋ぎたいところ、スルーパス、シュート、やっと点、セルティック。ここで同点、この時間に追いつきました。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。セルティックがこのゲームは自分たちよりも格上相手に0対0とこの終盤まで粘っている展開です。シュート、これはゴラッソ。いやー、なんといういやー、すごい。寄せられていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、強さがこのゴールに繋がりましたよね。